翼スタイル。この雪深い湯沢はドリルは使えないんです。あんまり ここを押すと巻くから、はい、まあ今やったらセッティングしたら、はい、教えて。何するやろ。それ一番嫌です私。美味しい。魚には美味しい。うわ。可愛いじゃないですか。どこがですか。気持ち悪い。愛着湧いてる。猫みたい。猫。全然猫じゃないじゃないですか。ちょっとそれはオーバーです。それそのままつけるんですね。なんかちぎったりとかしないで。あ、ちぎるんです。あ、ちぎるんですか。あ、なんかそれ、そう、それ、いやー、それ何個つけれるんですか。で、針数分で5本今、上にでっかいのだから、この赤いのは4本です。ちょっと棚設定します。重りをちょっと浮かしたぐらい。まだこれ底についてる。はい。あ、これで、これがたるんだ。ちょっと。たるんでる。はい。で、ちょっと上げると糸が張るから、はい、今、底ちょっと切ったぐらい。はい、このぐらい浮いてるイメージ。重りが。で、ここでこの棚を決めて、で、誘った後に当たり出るって教えたと思うんだけど、はい、それと同じで、はい、これもまあ仕掛けを このぐらいの幅でこう動かすイメージで、これを動かしてみて、これ自体は、うん、そう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 、そんな感じで止める。止めるときはここをピタッとつけてて、ただ手は、うん、つけていつでも巻き上げない、合わせることが、いつでも立ってくるからね。気をつけてね。そういう声なんだ。二人来ないかな。で、竿先をこの色ついてるけど、はい、これ見やすくなってるんで、ここがプルプルっと動いたら当たり。ここをずっと見てる。そうそうそう。で、誘って、止めて、当たります。ないね。もう、一応、まっすぐ。あ、いたいたいた。おぉ。あった。決めー。イエーイ。やったー。やりました。いい感じですよ。面白いですね。面白い、うん、気に入ったようです。表情若さ。当たった。分かった今。分かんない。分かったでしょ。
そっか、直後出てるな、あたりが。ね。うん。でかいんじゃないか、これ。おー、でかいでかい、でかい。あ、一番上ってきた。上達したね。声高っ。揚げ揚げで行こうぜ。唐揚げします。いい感じですよ。美味しい、美味しいですよ。いいよ、もう一匹と。最後です。最後にダブルヒットで締めました。